航空用エンジン、航空用エンジン、航空用エンジン、英語、エアクラフトエンジン、または航空エンジンは航空機に搭載され、航空機の飛行に必要な推力、推進力を生み出すエンジンである。補助動力装置やラムやタービンなど、電源や油圧を確保するエンジンは含まれない。現在使われている航空機用エンジンはすべて内燃機関であるが、研究用またはデモンストレーション用に電動機などを使ったものが存在する。基本構造は自動車や船舶に使用されるものと同等であるが、飛行機はエンジンが停止すると墜落するため、革新的な先端技術よりも信頼性が最重要視される。また重量が性能に大きく影響するため、パワーウェイトレシオや推力重量比、燃料消費率が重視される。多くの国の航空法では、一定の飛行時間ごとにオーバーホールが必要となることや、エンジンのみを性能の向上した新型と交換することも多いため、メンテナンス性も考慮される。また旅客機では、空港周辺への騒音被害を軽減するため、静粛性も考慮される。飛行機は中古機の売買が盛んであり、長期にわたって部品が入手できれば資産価値の低下が防がれる。基本的に発着は整備スタッフが常駐する定められた場所、飛行場や空港に限られ、出発時間などスケジュールも決められているため、指導や談機に時間や手間がかかっても問題とされない。また要件が厳しいため高価であるが、コストより安全性が重視されることから容認される。黎明期には、個人や小規模な工房による製作も多かったが、安全性が要求されるようになると技術力を有する大企業が優位となり、現代では、ジェットエンジン市場は、GE アビエーション、ロールスロイス、プラット&ホイットニーの3大メーカーがシェアを独占している。レシプロエンジンは、ライカミングエンジンズとコンチネンタルモータースのシェアが大きい。作動流体の種類、圧縮方法、推進力を発生させる流体の種類で分類すると、次のようになる。タービンで駆動する圧縮機により、混合気を圧縮するタイプ、排気タービン下級式、ピストンエンジンを除くのエンジンをガスタービンエンジンと総称することもある。ピストン機関を利用したエンジン。基本的には自動車用などと共通し、個人レベルでも製作できることから、動力付き航空機の誕生時から使用されてきた。第二次世界大戦中に飛躍的に発展、2000馬力超のエンジンが実用化され、3500馬力を発揮するエンジンまで出現した。しかし、ジェットエンジンの発達とターボプロップエンジンの小型化に、音速を超えると推力が著しく低下するので、プロペラ機は時速 750km 程度が限界であることから、20世紀後半以降は小型機向けのみが生産されている。このため多数存在したレシプロエンジンのメーカーは廃業や統合が相次ぎ、2017年現在ではライカミングエンジンズとコンチネンタルモータースがシェアを二分している。ウルトラライトプレーン用としては、ロータックスのシェアが大きい。モーターグライダー用としてはなどが専用の小型エンジンを製造している。初期には、ロータリー式の星型が使われていたが、次第に空冷では星型、液冷では V 型が主流となった。少数だが、ロータリーエンジンを搭載した機体も存在する。点火装置は信頼性が高く、バッテリーが不要なマグネート式が主流である。燃料は航空用ガソリンを使用するガソリンエンジンが主流だが、より安価な JET A1 を使用するも存在する。また、代替燃料の研究も行われている。下級機、ターボチャージャーやスーパーチャージャーの有無、ガソリンかディーゼルに関わらず操縦士や整備士の資格はピストンに分類される。なお、ピストンとなっているが、ロータリーエンジンも含まれる。操縦士や整備士の資格では、圧縮にタービンで駆動する圧縮機の回転を使うもの、ターボジェットエンジン、ターボファンエンジン、ターボプロップエンジン、ターボシャフトエンジンはタービンに分類される。現在の航空法では、航空機のエンジンはレシプロトタービンのみが想定され、これ以外の動力について法的な区分は明確にされていない。飛行させる際には実験機扱いとなり、試験飛行等の許可で個別に審査される。ラムジェットエンジンはターボジェットに比べ構造が単純で軽量であり、超音速での効率が高い利点があるが、静止状態から始動できない、単独で離陸できないため補助用や他のエンジンと組み合わせた統合型の実験が行われている。パルスジェットは構造が単純なため量産のハードルが低かったが、性能が高度に影響されやすいなどの問題から実験のみで終了した。構造が単純で市販レベルの材料でも製作できるため、個人の趣味や原理を学ぶための教材として製作されている。ロケットエンジンを利用するロケット飛行機は航空機の黎明期に存在したが、ジェットエンジンに置き換えられた。離陸時の補助として使うJAT用として一部に使われていた。核エネルギーを利用するものは原子力飛行機と呼ばれ、アメリカとソ連で研究が行われていた。X-6 計画では機内に小型原子炉を搭載し、取り出した熱で原子力ターボジェットエンジン4機を駆動し推進する予定だった。またラムジェットエンジンの熱源に原子力を用いる計画も存在した。プロペラは電動機で回転させることも可能であるため、内燃機関の代わりに電動機を使用する電動航空機の実験が行われている。モーターグライダーには電動機でプロペラを回す機種が存在する。免許は内燃機関と共通。超軽量動力機にも電動機を搭載することがある。太陽電池を使用した電動機はソーラープレーンと呼ばれる。パイロットが動力となり、プロペラを回転させる航空機は人力飛行機と呼ばれ、記録挑戦のための機体が多数製作されている。航空機に取り付けられたエンジンは、発動機の発で数え、1機は単発、2機は双発、3機以上は多発と呼ばれる。多発では左右でバランスが取れるように配置する。偶数では左右対称に、奇数では左右対称に加え胴体に1機を配置する。プロペラ機の場合はエンジンでなくプロペラの位置で分類され、前方に配置する牽引式と後方に配置する推進式に分かれる。ジェットエンジンの場合は、主翼、後部に搭載するリアエンジン、機体上部、シーラスビジョン SF50 などとなる。モーターグライダーには、機体内部にエンジンを搭載し格納したプロペラを機体上部に展開する飛行機のように機種に搭載。後部に搭載するなどの形式がある。かつては、双発機の場合、エンジンが停止した場合に備え、最寄りの空港から120分以上離れたところを飛ぶことができず、対応最短経路で飛ぶことは許されなかった ETOPS120。そのため、38機は、双発機ではできない長距離飛行が可能でありつつも、48機よりエンジンを1つ少ないため低コストでなため、大型機市場でそれなりの地位を占めていた。しかし、38機では DC-10 のように垂直尾翼の根元付近にエンジンを設けると位置が高いため整備が難しくなり、L-1011 のように S 字ダクトにすると吸気効率が犠牲となる。最寄りの空港から180分や207分離れた地点を飛ぶことが可能ないエンジンが登場すると、旅客機では双発が主流となり、38機は大きく数を減らした。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。